神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします箱根・足のこの湖畔にそびえ立つ樹齢およそ100年の一本桜が満開となりました枝を20メートル以上も広げた雄大な姿と可愛らしい白い花が観光客の目を引いています見頃は25日ごろまで続くということです 横浜市金沢区の鉄道車両メーカー総合車両製作所が青ガエルの愛称で親しまれた東急電鉄五線系車両を長野県の観光施設から譲り受けることを決めました車両は総合車両製作所の前身が1950年代に製造したもので70年近い時を経て横浜に帰ってきます市内の工場で保存し一般公開も検討しています 新型コロナウイルス感染症をめぐり、神奈川県内で21日、新たに5人の死亡と、10歳未満から90代の男女2783人の感染が確認されました。また神奈川県は、新たに121人が自主療養したと発表しました。自主療養の累計は、2万2452人となりました。